株式会社エト社は、書籍出版、医療販売、食品販売を行う日本の企業である。1981年3月10日設立。生きてる蓄筆の書シリーズや、書の言葉シリーズを出版。1990年ダライラマ14世と、単独会見。チベット難民指定の佐藤屋制度を発足。教育費や学校建設費等をインドにある。 亡命政府文部省に送金。現在までに、延べ2500名以上の子供たちの、教育資金援助を行う。2011年山中湖畔に、ギャラリー、店を開館。2014年11月閉館所安吉基地による、蓄筆の書を中心に展示。2013年酵素玄米炊飯器、酵素玄米プロ2の開発に成功し、酵素玄米商品、ブランドブランド、 富士高素玄米キッチンを設立。2014年自由が丘に、高素玄米商品を取り扱うショールームカフェ、富士高素玄米キッチン自由が丘をオープン。2016年、富士高素玄米キッチン自由が丘を改装。高素料品自由が丘として、リニューアルオープン。株式会社エト社が運営する高素玄米商品、販売ショップ。概要1979年。 長岡式酵素玄米に出会う。食べにくい玄米をいかに美味しくさせるかに重点を、置き研究、開発を重ねる2013年酵素玄米炊飯器、酵素玄米プロの開発に成功し、酵素玄米商品を取り扱う、富士酵素玄米キッチンを、設立2014年、酵素玄米プロ2を、開発2014年自由が丘に、酵素玄米商品を取り扱うショールームカフェ。 富士酵素玄米キッチン自由が丘をオープン。2016年富士酵素玄米キッチン自由が丘を改装。酵素料品自由が丘としてリニューアルオープン。酵素玄米プロに酵素玄米ご飯のための炊飯器酵素玄米プラス玄米に混ぜて炊く酵素玄米の元酵素玄米ご飯一食分ずつ真空パックされた酵素玄米パック酵素玄米キット玄米と 酵素玄米プラスがセットになった、洗って、炊くだけのキット酵素玄米日、透けった酵素玄米ご飯の焼き菓子。ありがとうございます。